チームでの戦い、慣れてるから任せて。こんな私がそばにいたら邪魔になるかしら。実は、みんな知っている?本当か?この手の戦い方ならすぐに慣れると思います。ドクター、ごめんなさい。私がもう少し努力していれば。悪くない位置だね。教えて。今何を感じてるのか。あ、ドクター。こんなところで会うなんて珍しいね。誰か探してるの?こんにちは、ドクター。ご用件は何でしょう?私の言うことをちゃんと聞いてね、ドクター君。祈りを捧げたいのですか?申し訳ございません。あいにく少し立て込んでおりまして。探し回るな。私はいつでもここにいる。あんなに夜通し仕事していたのに、まだ終わらないの?あいつらには、バン!タン!で十分だよ!分け方が間違ってる。ごめん。まだこの仕事にはなれなくて。これは、やらねばならない戦いなのか。護衛?わかったよ。メフィスト、すまない。しくじった。感化の交わりってやつは、どの時代になっても避けらんねえもんだな。そう。山のようにあるから、一緒に頑張ろう。手伝いに来たぞ!で、どいつをぶっ飛ばせばいいんだ?そろそろ出勤だね。今回の任務は喧嘩なのか。ドクター、何か運搬が必要なものはありませんか?少しパーツが壊れちゃったけど、修理すればまだ大丈夫。カフカに任せて!絶対みんなを楽しませてあげるよ!はぁ、私たちまであんな鬼隊長の指揮下に入らなきゃならないなんて。ロックン少女!納豆ご飯!納豆ご飯!ごきげんよ、ドクター。おい、誰だよ。ノックもせずに入ってくるなんて。祈るよりも、もっと大事なことをせねばなりません。足んねえ。全然足んねえ。誰も俺様には勝てねえんだよ。あなた、この程度では、まだまだ我ら王の杖の足元にも及びませんわ。やっぱりわからないな。今回の作戦計画と秘密任務は、うん、間違いなし。